馬場は左肩から当たっていきます。もう一回か、おっと一歩も譲りません。もう一回、おっとテイクダウン、テイクダウンしたのはブッチャーだ。馬場が押し切りました。馬場が押し切りました。さあそして組み合った前に出ていくのは馬場です。ロープを背にしたアブドーロザブッチャー、馬場が左足そして右足とキックを浴びせていきます。少し間合いを取った馬場、ブッチャーの地獄突きはいつ出るんでしょうか。そして木村が青コーナーに登っています。馬場を抑えているのはブッチャー、ダブルのハンマー、そして地獄突き、今日初の地獄突きであります。馬場の喉元に見事にヒットいたしました。そして木村が残ります。ヘッドバットからチョップ、もう一発だ。馬場の脳天空たきはあるが出るか、おっと蹴り上げて2リフトからもう1回2リフト、そしてエーゲンにつなぎます。馬場です。さあエーゲンが出てきた、踏みつけ踏みつけ、これは非常に頭を使ったいい作戦です。いい作戦です。嵐の木村の足を踏んづけていった。そして今度はお腹に張り手張り手張り手、ヘッドバット、もう一発だ。なおも攻めていきます。謎のペイントを施している木村、それを場外に叩き落としました。エーゲン、そしてニュートラルコーナーから飛ぶのか、ただ登っただけがエーゲン、おっと後ろからブッチャーです。後ろからブッチャーが迫っていました。さあエーゲン飛ぶか、本部席前だ、本部席前、今エプロンサイドに上がってこようというところ。キマラ、そのキマラ、おっとヒゲを掴んでいるぞ、ヒゲを掴んでいる、エーゲンはヒゲを掴んでいく。そしてガバが入ってきた、おっとうまい攻撃です。一体毛が何本抜けたのか、ヒゲが何本抜けたのか、相当ヒゲを抜いたようであります。今度から、今度は下から逆水平、ロープ際エーゲンが攻めていく。さあ木村反撃に出ました。さあそしてエーゲンが今度は場外に突き落とされました。そして青コーナーはブッチャーが入ってくる。ブッチャーとエーゲンだ。エプロンサイド、いつものように観客席の方に向かされましたエーゲン。さあその口には唾液がいっぱい、見事に飛んでおります。エーゲンハルカの唾攻撃。そして今度はカニ歩き、ニュートラルコーナーの方に来た。おっとスティールカメラマンの方に向かってエーゲンハルカの唾が発射されました。さあひとしきり吹いた後はリングに戻ってまいります。エーゲン、青コーナーのキマラとスイッチ、ダブルの攻撃か、いやキマラがロープに振った。エーゲンが帰ってくる、体当たり、エーゲンテイクダウン、腹をポンポコ、ジャイアントキマラであります。そして今度はブッチャーが入ってくる、ダブルの攻撃のようです。連携を見せるか、まずブッチャー、おっとツバが飛んだ。キマラの顔にツバが引っかかりました。これは予想しておりませんでした。キマラも、そしてブッチャーも唖然とした表情。難を逃れましたエーゲン、ジャイアント馬場につなぎます。さあ馬場とブッチャーです。前に出ていくのはブッチャー、チョッパー読んでいました、脳天空竹割りから逆水平、もう一発、今度はブッチャーが読んでいた地獄突き、そしてヘッドマットも読んでいた、耳そぎチョップからロープに振って何を持ってくる、逆水平、地獄突きか、おっとブッチャー空手殺法、その型を披露しました。馬場が相手では倒れようにも倒れるわけにはいきません、ブッチャーです。数々の名勝負を演じてきたブッチャー、ダブルの地獄突きから何を持ってくる、ヘッドバットだ。おっといい表情で社長が倒れました。いい表情だ。そしてドグマリエルも危ない、エーゲンナイスカットです、エーゲンナイスカット。しかし今倒れていく時のあの馬場社長の表情、何とも言えない表情でありました。そして今度は木村が入ってまいります。ヘッドバットから馬場社長ロープに振るか、社長が振り返した、逆水平、問
ドリュって大の字に倒れます。仰向けに倒れた褐色の肉体がテレビ用の照明に映えております。そして今度は馬場とエイゲンのコンビネーション、ニュートラルコーナーからエイゲンが飛んでチョップ、拝み倒しましたエイゲンです。さあそして馬場との連携、ホイップした馬場の16番バッタリ倒れたジャイアント木村、エビ固めに固めたが、おっと肩エビ固めに固めましたがブッチャーのカットがありました。さあそして戦いが2つに割れたようです。ブッチャーと馬場、そして木村とエイゲンだ、どうするかどうするか、木村がエイゲンを攻めていく、試合の権利があるのは木村とエイゲンだ。ニュートラルコーナー、あっと170キロが飛んできた、エイゲンひとたまりもない。依然としてブッチャーは馬場を捉えている。そして木村の前に倒れた、そしてボディープレス、エイゲンこれまでか、これまで、エイゲンはるか大発するいたしましたが、最後はジャイアント木村の巨大な170キロの圧力の前に屈しました。勝負タイムは9分27秒、馬場エイゲン対ブッチャー木村、見事にブッチャー木村組、エイゲンはるかから3カウントを奪いました。勝利のパフォーマンス、アブドーラザブッチャー、そしてジャイアント木村、2月18日ファンの要望に応えて組まれたこの日本武道館でのカード、ジャイアント馬場、エイゲン・ハルカ組、白星を飾ることはできませんでした。しかしその2人に敬意を表してでありましょうか、ブッチャー木村、なかなか礼儀正しいコンビであります。エイゲンもお返しのパフォーマンス。Don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright.